ちょうどインパ国境付近の戦乱でネパールの山岳地帯の情報がつかめないんです。するとタケシの消息は全然わからないわけですか。僕が台場だったの話をしなければタケシ君が行かずに済んだんです。責任を感じてます。いいえ、堀田さんの責任じゃありませんよ。あの子は一本気でこうと思い込んだらとことんやり通す性格なんですから。じゃあお兄ちゃんにはもう会えないの。そんなことはないさ、みゆきちゃん。たけし君は君の足を治すために修行に出かけたんだ。君の兄さんは約束したことは絶対に守る男なんだ。だからきっと帰ってくるよ。お兄ちゃん、どこにいるの？早く帰って。私、足なんか治らなくてもいいの。お願い、お兄ちゃん。